はい、どうも皆さん、こんにちは。小野貝ですね。今回もグランドセフトオート5やってまいりましょう。でですね、以前出した動画で、EMP の使い道を探るっつって、公衆電話の前で EMP を落とす、まあ、黒い携帯電話やったら電話が鳴るっていう、まあ、ちょっとしたミステリーを紹介したと思うんですが、その動画でですね、ちょっと気になるシーンがあったんですよ。ということで、まずそちらをご覧ください。はい。そんな感じですね。これで、ほら。で、連続でやるには、もう一回ちょっと、電話して、多分ご覧いただいたでしょう。はい。なんかね、この警察署の中でさ、EMP 落とした時に、警察署の電話が鳴り始めたような印象を受けたんですよ。ちょうどその瞬間に。なので、今回、ちょっと、それをもう一回やってみようかと思います。で、ちょっと取っておいて、いきますよ。あ、ちょ。これで、この辺の電話が。ならないね。うん。ならないか?ちょっとイヤホンだから聞こえづらいってだけかな。まあいいや、ちょっととりあえず切っとこう。鳴ってないよね。もう一回やっとく?うん。で、よいしょ。うん。鳴ってないな。あり?どうしましょう。じゃあ。違うんですよ。あのね、私がですね、やりたかったのは、これでさ、もしも仮に、電話が鳴ったとしたらですよ。鳴ったとしたら、じゃあどういった電話が鳴るのか、すべての電話は鳴るのかっていう方向性にシフトしてですね、やっていこうかなと私は思っておったんですが、いや、参ったな。そこの UFO の上で、何かを EMP をやったら、何か起こるんじゃないか。飛び立つとかさ、UFO 飛び立つとかさ、そういう、ねえ。そっか、これさ、100% にしたらさ、UFO の上でやってみてもいいのかな。達成度 100% にしてね。よし。ここ。ここで、はい。ただカオスが起きただけだな、これ。うん。ただ単にカオスになっちゃっただけや。大変。もうダメだ。ダメだ。ちょっと終わらせてあげよう、これで。おい!みんな死に向かってる気がする。ちょっと大変なことになってたな。よいしょ。まあ、パラボラだから、そんな難易度は高くないし、よいしょ。あいつでいっか。あそこに行って、ここ。
いで。ちょっと油断しすぎたわ。油断しすぎた。ちょっと舐めてかかりすぎたわ。先端に乗っちゃリストとしてちょっと舐めてました。はい、ここに乗って、で、ここで EMP を要請。ちょっと一旦戻さないといけないのか。で、ここで、こうよな。なんも起きねえ。そこにもアンテナあるもんな。アンテナに乗り尽くすっていう企画になってないか？なんか。あ、こっちの方がさ、なんか乗りやすそうじゃね？なんか。うん。ここの先端ってオブジェクト化されてんのかな？されてるっぽいな。やだな。お、いった！一発！じゃあ、そしたら、ここで、ちょっと、一旦戻して、あ、間違えた。はい。で、ここで、うん。なーにも起きない。はい。ちゅうことでですね、やたらといろんなところで EMP ぶっ放してみたんですが、ダメだったね。うん。結局。やっぱ、山間でやるってのもあまりよろしくないけれども。まあ、そうですね。皆様のご意見お待ちしております。どこそこでやったらええんちゃうかみたいな、そういうのがあったらちょっと、はい、コメントください。なんかなぁ。うん、まあいいや。はい、じゃあ、これにて終了いたします。今回は。ではでは、次回もまたサンアンドレアスで会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら。バイチャー。ちょっとね、ちょっと聞いてほしいんだけど、これ。ほらほらほら。今さ、爆発した瞬間に、キンコンみたいな音が、右側で聞こえると思うんですよ。ちょっとよーく耳澄ましてみてください。これは何だろう？ちょっと待って。右側っつったね？ちょっと、右側にちょっと行ってみようか。この辺かな？このおまわりさんサボってんな。まあいいや。この辺で行ってみましょうか。え？動いた？こいつの電話に反応してない？なんか。なんかそんな感じしない？ここ、こいつこいつ、こいつの電話。ちょっとこの真剣な眼差しで、つむつむをやってるこの人、ちょっと見ててください。え、この電話って言えんのかな？なんかでもこの近辺から、しかも動いてるってことは多分こいつなんじゃねえかっていう。ちょっと、ターゲット。はいはいはい。ここで、マウント固定。え、これで OK か。なんかわかんねえ。わかんねえな。うん。まあいいや。これがちょっとまたミステリーでございます。謎が謎を呼ぶな。EMP シリーズ。またお楽しみに。次あんのかな？